どうも皆さんこんにちは、チャックマスです。本日はですね、いつもね、やっております細かい話ね、今回もまとめてね、紹介させていただきたいなと思います。先日ね、私が不正利用ね、喰らいました。こちらのね、レボリュートカードなんですけども、なんとですね、2023年の4月の17日よりですね、クレジットカードからのね、チャージ手数料1.7%をですね、導入するっていうのをもう事前にね、 発表してたわけなんですけども、なんとですね、こちら、前日になってですね、延期するっていうのが発表されました。ということですんで、これからね、レボリュートカードね、クレカチャージ、検討されている方に関しても、0円でね、チャージすることができるっていうふうになりますんで、まぁ、あ、ちょっとね、私の不正利用の件でね、利用したくないって思った方、ね、結構いらっしゃると思うんですけども、まぁ、あ、これはね、不正利用されたレボリュートがね、まぁ、あ、どうこう、まぁ、あ、悪いとか悪くないとかそういう話ではなくて、不正利用、ね、した方がね、悪いってい というふうになりますんで、まあ、またね今回の件に関しては。 レボリュートね、えー、保証していただけたっていう風になりますし、まあレボリュートね、プリペでしかも年会費もかからないね、手数料無料で発行できるね、カードにもかかわらずね、今回私ね、返金をしていただけたっていう風になりますんで、まあ個人的な評価としてはね、かなりありだな、なんていう風に思いました。まあ、どちらかというとね、まあ自己管理がね、あの、私自身ね、ちょっと良くなかったなっていう風になりますんで、またね、ここら辺の経あの、経緯に関してはですね、全体的にまとめた動画をね、後日出そうと思っておりますんで、 そちらもねぜひチェックしてください。それでは次にですね、シンガポール航空の最大40%オフセールがね今やっております。こちらねラブ SQ 旅っていうね公式サイトこんな形になっておりまして、シンガポール航空のですね。 セールがね、やっております。最大40%オフということで、今回ね、シンガポール行きが40%オフ、それ以外の目的地に関しては最大10%オフということで、予約期間がですね、4月の17日から4月の20日で、登場期間がですね、5月の8日から2024年の3月31日ということで、かなりね、旅行期間は長めにね、設定されております。予約期間はね、3日間しか設定されてないので、もしね、利用されたい方は早めにね、チェックして してくださいこちらね、ネイサーチャージかからないっていう風になっておりまして、成田からね、シンガポール、こちらの往復はね、だいたい6万円ちょっとぐらいでね、ネイサーチャージ込みえ、往復ね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、このぐらいの価格であればね、かなりいいのではないのかなと思います。まあ、エコノミークラスになりますけども、シャーチャージかからないっていう風になりますんで、ぜひね、チェックしてください。で、次にね、シンガポール航空でですね、減額マイルキャンペーンが行われております。こちら こちらもね、公式サイト概要欄に載せておきますけども、予約期間2023年の4月の30日までっていうふうになっておりまして、登場期間は5月の1日から5月の31日までっていうふうになりまして、こちらね、私の方で調べた感じだと、成田からロサンゼルスのプレミアムエコノミーが片道5万1100マイル、成田からシンガポールがプレミアムエコノミーで3万7500マイル、 で成田からシンガポールがこれねエコノミークラスの方がね必要マイル数が多くて4万5000マイルということで、まあ、成田からシンガポールのプレイコー3万7500マイルまあここら辺とかね成田からロスプレミアムエコノミー5万1100マイルここら辺はね結構いいのではないのかななんていうふうに思いますしまたねこちらに関しては5月1日から5月31日がね当場分というふうになりますんでゴールデンウィークとかもね利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、レッドポイントね持っている方で であったり、アメキソンリワードポイントを持っている方は、シンガポール航空のね、ファイルに交換して、利用していただくのもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、香港の航空券プレゼントキャンペーンですね。こちらね、ニュースとかにもなってて知ってる方ね、いらっしゃると思うんですけども、こちらね、もう3月からね、始まっているんですけども、日本はね、対象になるのは5月からっていうふうになっておりまして、こちらね、キャセイパシフィックのえ香港行きのね、航空券が往復ねえ、無料っていうね、キャンペーンになっております。こちらね、キャンペーン自体は、まあ、無料にはなっているんですけども、税金とサーチャージはね、別途必要なんですよね。ですので、 航空券自体はねまあ、無料なんでですすけどもサージャージととかか税金とかはですねお金ねお払う必要があるっていずれにしてもですね、キャセイビ便にですね、サーチャージ払うだけで往復利用するっていうのをね、まあ、考えれば、まあ、料金次第に,にはなりますけども、まあ、いいのかななんていうふうに思います。まだね、こちら、あの、応募自体がね、始まっておりませんので、まあ、応募自体が始まりましたら、またね、詳しい解説を出したいと思いますので、ひとまずですね、もしね、このキャンペーンで利用されたいっていう方はですね、キャセイのね、 会員番号はね必要になると思いますので、会員登録だけね。先にねしといていただければなと思います。 それでは次にですね、結構前にステータスマッチで紹介させていただいた ITA Airways ってありますよね。まだステータスを追求されている方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、こちらの ITA Airways ですね、現在ね、スカイチームに所属しておりまして、まあ私もね、スカイチームのステータスね、このステータスマッチでゲットできたわけなんですけども、なんとですね、この ITA Airways、ルフトハンザ航空がですね、 買収をもう発表しておりまして、もう数日以内にですね、この買収完了をね、発表するっていう報道までね、もう出ているっていうふうになりますんで、いや、残念ながらですね、今現在はスカイチームに所属してるんで、スカイチームのステータスね、保有されている方かなり多いと思うんですけども、こちらね、ルフトハンザ航空に買収されて、まあこれが発表になったらですね、まあこの ITA Airways 自体は ANA とかのね、 同じスタイアナスにね、所属するっていう風になりますんで、まあおそらくね、スカイチームのステータスは消えて、まあスタイアランスゴールドね、もしかしたら利用できるかもしれないっていう風になりますんで、まあこの点はね、ちょっとどうなるかまあ不明なんですけども、ひとまずね、スカイチームのステータスはね、この買収が完了したら利用することができなくなると思いますので、まあこの点はね、覚えておいていただければなと思います。こちらね、あの、正式な発表が出ましたらですね、動画のコミュニティ欄とかにもね、出したいと と思いますのでぜひ、ね、この点は覚えておいていただければなと思いますいやちょっとねせっかくスカイチームのねステータスをゲットできたのにちょっと残念ですねあと多分1年ぐらい私まだステータス持ってると思いますんでまあ、もうちょっとね辛抱していただければななんていう風うに思ってたんですけどもニュース自体はね結構前からあったんですけども本当にねあと明日とか明後日とかにね発表されてしまうのではないのかななんていう風うに思いますのでこの点はね覚えておいてください それでは次にですね、JAL がね、6月7月の8件分の年輪サーチャージの変更をね、発表いたしました。ANA はね、ちょっとまだ発表しておりませんので、またね、次回の細かい話ありましたら、その時に発表させていただこうかな、なんていうふうに思うんですけども、ひとまず JAL がね、こういった形で発表しました。まあ、一つね、ゾーンは下がってるんですけども、東京からハワイ路線であれば、片道21,300円。 北米とかね、あのヨーロッパとかオセアニア、中東に関しては、えー、こういった感じで、えー、33,400円っていうふうになりますんで、まあ今までより、まあ、2,000円から3,000円ぐらいね、えー、下がるっていうふうになりますんで、まあ6月7月発見分に関しては、こういった形になります。まあ、ゾーンはね、1個下がって安くはなっているんですけども、いや、まだね、片道からこのね、ネイサーチャージかかるっていうふうになりますんで、まあ、北米路線ね、利用していただくと、まあ、往復で6万6,000円。 円ぐらいかかってくるっていうふうになりますんで、ま、特典航空券でね、お得に利用するっていうのは、まあ、もうちょっと先かなっていうところですかね。それでは次に JAL ですね、スマイルキャンペーン次回がね、発表されております。次回はですね、4月の21日0時から4月の22日23時59分。こちらはね、販売期間っていうふうになりますんで、4月の20日の11時30分からね、また待機室に移動して、まあ、順次抽選して購入みたいな。まあ、こういった形になります。 で、登場期間はですね、5月の11日から5月の31日までっていうふうになりますんで、こちらもね、参加される方は片道ね、全路線、六6 0 0円で利用することができる。またね、お子様に関しては4950円でね、利用することができて、今回ね、登場期間かなり長いですので、利用される方ね、かなり多いと思うんですけども、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。 ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。